どうも、ウエダックスです。本日は、Ryzen 5 2400G、これですね。と、i5-8400、これですね。これの性能を、ちょっと、シネベンチで比べてみたいと思います。はい。その前に、スペックを確認。Ryzen 2400G はですね、4コアの8スレッド。そして、クロック周波数は 3.6GHz。で最大 3.9GHz となります。で3次キャッシュが 4MB、 2次キャッシュが 2MB となっております。そして i5-8400 の方は6コア6スレッドなので、スレッド数じゃなくてコア数で2コア上回っております。はい。で3次キャッシュが 9MB、 クロック周波数が 2.8GHz、 最大 4GHz となっております。なのでシングルスコアでもですね、i5-8400 の方が少し上回っている感じになるんですけども、とりあえずシネベンチの結果っていうか映像を見てください。どうぞ。はい。ビデオのテストの方が入ったと思うんですけども、こっちはもうオンボードの映像出力に関しては、Ryzen 5 2400G が、処理も早いし、数値も高いという結果が出ると思います。結果はこんな感じです。はい。そして CPU のベンチマーク、そのままいきたいと思うんですけども、ここはやっぱりシングルコアの能力差と、4コアと6コアの差が出てしまいました。はい。最大 3.9GB 対 4GB の対決です。で、6コア対4コアの対決です。結果的には、はい、これぐらいの結果となりました。はい。結構ね、いい戦いをしたと思いますよ。4コアと6コアっていうのは、シネベンチにとっては大きな差なので、その割には大差はつかなかったかなと思います。はい。で、数字的にシングルコアは、劣っていますので、そういう意味では仕方がないのかなという結果です。はい。ただしですね、CPU の値段を考えてみてください。今のところ Ryzen 5 2400G は 15,000円台ですね。で、i5-8400 は20,000円を超えています。はい。ただちょっとインテルの CPU は高くなってしまっているので、事実上は20,000円ぐらいだと思うんですよ。だから5,000円ぐらいの値段の差。まあ Ryzen にさらに5,000円乗せれば、もっと上の CPU が買えますので、価格同士で戦えば、Ryzen 勝てるんじゃないかなと思うんですけど、今のところ i5-8400 とは、ちょっと性能に差はあって負けてるかなという気はします。はい。あとですね、消費電力の方を測っていたんですけども、ですね、インテルが最小 25W、最大 81W でした。はい。そして、Ryzen。最小 25W、最大 100W でした。はい。電気の方は、このエコチェッカーっていうやつで測ったんですけど、今の状態で、何もしてない状態で、だいたい27とか8とか、まあ低い時は25とかですね。はい。ということでした。はい。価格面で考えれば、十分 2400G は選択肢に入ります。その辺も含めて検討していただければいいのではないでしょうか。TDP65W にしてはですね、今 25W
25度なんですね。まあ部屋の温度がちょっと低いっていうこともあるんですけども、あの安定して動く量子 CPU です。はい。で、もしこれで試してほしいことがあればまたコメントいただければ、いくつかテストしたいと思います。あと1週間程度この場所にこのパソコンはあると思います。次回は多分ケースに収めるかなとは思うんですけども、テストができる時間があればですね、テストしていきたいと思いますので、リクエストあればいただければ嬉しいです。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。